ファイバーチャネルスイッチの一例。水色のケーブルは光ファイバーファイバーチャネルはギガビット級ネットワーク技術の一種であり、主にストレージエリアネットワークの構成要素としてデータセンターで使用されている。情報技術企画国際委員会の T11 技術委員会が標準化した。接続には主に光ファイバーを使用し、長区間かつ高速な伝送を実現する。 主事の上位プロトコルがサポートされているが、主にスカジーコマンドがネットワーク上でやりとりされる。メインフレームではファイャンが利用される場合もある。ファイバーチャンネルは IPI プロトコルの拡張プロジェクトの一部として検討が始まり、1988年に a n c x 3 t q によりプロジェクトとして承認。 1994年には企画が承認された。スループットは下記の通り 1GBS から始まり、世代ごとに2倍になってきた。ファイバーチャネルの接続形態3つの主要なトポロジーがある。ファイバーチャネルのプロトコル階層ファイバーチャネルは階層化されたプロトコルを持つ。以下の5層から構成される。FC0、FC1、FC2 は総称して、 FCPH とも呼ばれる。SFP と LC コネクター。128GFC では、QSFP28 モジュールトンポコネクターも利用されるポートのフォームファクターは SFP 及び、それを拡張した SFP が主流である。128GFC では、QSFP が用いられることもある。SFP モジュールは、レシーバーポートとトランスミッターポートがあり、 これらで一つの光インターフェースを構成している。SFP、SFP には、ショートウェイブレンクスレーザー、ロングウェイブレンクスレーザー及びエクステンディット、ディスタンスがあり、最大の伝送距離は、それぞれ550メートル、10キロメートル、70から100キロメートルまでとなっているが、下記の通りケーブルのカテゴリーとスループットの組み合わせにも、よって異なるので注意する。 ファイバーチャネルスイッチは2つに分類される。この分類は標準ではなくメーカーによるものである。ブロケード、シスコシステムズは両方を販売している。キューロジックはファブリックスイッチを販売している。ファイバーチャネルアダプタホストバスアダプタは様々なシステム、バスに用意されている。PCI Express が主要なバスであり、ホストやコンピューターの PCI Express に 当該ボードを指すことで、ファイバーネットワークへの参加が可能となる。ありがとうございます。